どうも、バキバキ童貞です。第2回ワクワクアニマルセックスクイズ第なんで拍手第2回だそうです、うん、この、ね、動物界には多種多様なセックスが存在しているということで問題を出題しましたがはい、ありましたね。大好評ということで第2回でございます。そうですね、意外にそうですね、見たよって YouTube ね、うん、同業の方が言われて、あ、何見ました、アニマルセックスクイズ同業の人からちょっと多いですね。そうですね、確かに反響はあるみたいで。アニマルセックスクイズ、僕は博識な動画になりますか、最終的には博識いらないね、情報でうん、そう、どこでも披露しないし別にバナナ名クイズは事故何をする、言わないよ、カニ食いザルの話もしてない、誰にも。まあ、彼女とかに雑談して。ヒロトークで。俺がもしバナナ抜けちゃったら、この後さ、ゴキブリと同じことすんなよ。あおい、それゴキブリと同じだよ。エンジョイ、あー、続け、一丁、届けたいものだけど、コッコール、踊る、アンコール、ガス、トースト、トースト、何が、あ、僕バキバキ童貞ですね。僕バキバキ童貞ですね。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 問題。アメンボのメスは、気に入らないオスが来た時、低層体を作って拒むんですけど、うん。それを打破するために、オスが取る行動と。打破するんだ、もう。前回そうですね、低層体を作るっていう問題出ましたっけ。そうですね、がね。ああ、そうだ、埋めちゃうんですよね。オービブラブって。オスがね、はい。非常に古速な言い方です。その好きなオスのふりをする。ああ、ではないですね。でね、ああ、なるほどね、確かに。僕だよ、僕だよ。だよ、ベロベロ。じゃないか。メスのふりして、まあ別に女同士の会話ねって思ったら、急にっていう。そう、井戸端会議で奥様。あれですよね。パーンかなと。まあ、もしくは、スニーキングみたいな。はい。その、急に、さーってきてパッてこう去るみたいな。あー、スピードでエッチしちゃう。はい、これでもないです。これでもない。あー、わからんな、うん。もう低層体はできてて。できててです、ね。それ壊す方法が。壊すというか、まあ、外させる方法ですね。説得。うん、土下座みたいなね。アメンボの方法。逆になったよ。まだ潔いですね、それがあったら。あー、正解は、はい。水面を揺らせて、天敵を呼び寄せる。脅すんですね。で、メスがやばい、やばい、でしかないからって開けたとこを挿入するっていう。最悪だ。最悪。なるほど。それ水バシャバシャすると、はい、敵が気づいてやってくると。水面が揺れるから、はい、魚とか気づいて近づいてくる。はい。はい、で、オスは上に乗っかってるから、そのまま飛ぶだけ逃げられるんですよ。ああ嘘嘘これはすごい話だね。ひどっ。わ、これ面白い。すごいなぁ。卑劣なんですよ。うん。で、他にも、アメンボ以外だと、例えば、ラッコ。うんうん。ラッコは、その、子供を誘拐するんです。うわぁ、で、それを脅しに使って、はい、食料を出したりとか、交尾させたりとか。脅すってのが動物界もあるんだね。問題。ゾウのペニスには、他にはないある特徴があります。その特徴とは何でしょう？他の動物にはない。ない特徴。そうだけど。へぇー。まあ、鼻が長いですからね。ああ、そもそもね、よく例えで言われるような。そうそうそう。チンチンも長いんじゃないかなと思うんですよ、かなり。うん。長いですね、かなり。まあ、長いんだ。なんかまあ、なんだろうな。鼻みたいにチンチンも動く。どう？ああ、確かに物掴んだりとかね。物掴む、チンチンで物掴んだりとか。うん、リンゴ。実は俺たちがリンゴで、あ、ゾウがね、手に来たって。半分はチンコなんだ。そっかそっか、二分の一で。どう？これね、正解です。おお、すごっ、はい、すごっ、自由自在に動かせる。ゾウってめっちゃでかいし重いんですよ。だから、その後ろバックするときに、うん、動かせないんですよね、ピストンが。重すぎて。ああ、なるほど。はははだから、その代わりに、おちんぽが自由に動いて、それがもうズボ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 、それがチンポシンガーピストンする。きめえな、お前。お前、品がねえな、お前。さては。お前、このチャンネルで一番品ねえぞ。ね、おちんぽでこっちのガード崩してから、ズボ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 。あ、これ当たったら嬉しい、ね。うん、なるほど。でも、そうだね。本当にそうかも。確かに象だとそうか。そうね。その部分が動かないと、体じゃどうにもならない。ずるいよね。まあ、進化してるわけですよね。だから、その体に適して。ずるい、ずるい。素晴らしい。
羨ましい。どういうことですか？ずるいよ。ずるいの？ずるいよ。高橋克実もね、はい、トリビアで、はい、あの、犬のチンチンには骨があるで、ずるいですね。次のトレベル言ってましたけど、あの時めっちゃ笑ったけど、高橋克実が、はいはい、全くこの気持ち分かる。問題。猫の交尾は、メスにとって地獄と言われています。おその理由とは何でしょう？これ俺知ってるわ。ほう。知ってます？なんだろう、わかんない。今パッと思いついたのは、押すのが、すごいなんだろう、トゲトゲしてるとか。まさにその通りです。おい！正解です。そうだよね。外でなんか猫が、うわーとか言ったら。うん。あれは気持ちよくてじゃなくて、もう苦痛で。あ、そうなんだ、よく。はい。ねえ、猫、ギャーって言ってるけど。あーあるあるある、それ。痛い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 。土岡ねよくいるんだよな。よくいる近所なんで、土岡ねうるさいからね。ブーって鳥もいるしね。変な話しちゃった。おえ変な鳥。おえあいついるんだよ。あいつ、土岡ね。おえか。そうなんだ。そこじゃ進化してないというか、ね、まあ、オスだけトゲトゲにして。まあ刺激を促すことで、はい、よりその、まあ妊娠させやすくする。カンパネさせてっていう意図はあるらしい。あ、なんでもいいんだ、刺激なら。でももうメス猫にとっては、痛くていい。すごい話ですよね。問題。ゴンドウクジラとシャチは、人間以外の哺乳類で唯一丸々をする。はあ。ゴンドウクジラ。どんぐらいの大きさなんだろう。もう結構でかいですね。あ、でかい。シャチもでかい。とシャチ、はい。結構だって哺乳類ってやってね、割と魚に近いタイプのやつだけど、うん、人間とそいつらの共通。でもオナニーは猿もするもんね。そうですね。オナニーは猿もするし。オナニーは猿がするんだよね。はい。ありえない話なんですよね。意味はないことなんですよ。どうその生物界においてこれをすることは。へぇー。あ、じゃああれかな。君に？あ、君にはするんですよ、いっぱい。おい、君にはいっぱいするよ。みんなしてるんだ。スカルファック。ああ、ここに、ね、スカルファック。怖い。フィスト。スカルファック。怖いよ、怖いよ。怖いよ。怖い正解は平型。え？ああ、へえ。ああ、なるほど。はいはいはい。このゴンドウクジラとシャチは、はい、まあ大体80歳から100歳ぐらいに生きるんですけど、はい、50を超えたあたりでもう生殖器を閉じてしまう。へえ。っていうかそっか、人間とそのぐらいしかしてなかったんだ。哺乳類においてはそうらしい。へえ。面白い。そっか。そうなんですよ。意味ないじゃないですか。だってどんどん子孫も残さないといけない。まあまあまあ、そうか。で、理由は本当にまだしっかり分かってなくて。ああ。シャチとかは、その後、自分の子供の育成にも全てを注ぐようになる。あ、産むんじゃなくても、はい、生まれてる子たちを育てる。猿とかもやんないの、閉経は。別に閉経はしない。へえ。だいたい死んでいくんですよ、普通に。閉経の前。ああ、なるほど。うん。でももっと寿命はあるのになぜか。そうだよね。へえ、面白い。これ、めっちゃいいもんだよ。そうなんですね。こういうの出せばいいのにさ。ああ、そうよ。こういうの。ね。これはちょっと、へえってなったもん、こっちも。ゴキブリのフェラチオとかやるじゃん。チクチクチク。ああ、ちょっと。問題。チンパンジーがオナニーを道具として使うことがあるものとは？ほう。道具使うんだ。頭蓋骨。違います。違うか。なんかあの、よかね、目のところ。なんか取り切りすぎて、怖っ、目のところ、怖っ。怖っ。違う違う違う、そこまで言ってる俺も。もう、怖っ。ちょ、やめてくれよ、頭蓋骨で。怖いなぁ。亡くなった奥さんの頭蓋骨をやるぐらいのことかと思って、めてよ、お前。いやいや、じゃあ。まあ、オナホとして使うんですね。じゃあ、バナナの皮？あー、ではないですね。うん。はぁはぁはぁ。自然界にあるものですか？自然界にあるものです。へぇー。アリ塚。はい、アリのね、巣とかに水流す子とかいたけど、アリ塚に入れて、ああなんか気持ちいいな、アリがいっぱい噛んでさ、ああおほみたいな。お互い引き合ってるんですよ、さっきからずっと別ジャンルでずっと引き合ってるね。なんだろう、藻とかその水草。ああ、ありそう。ではないですね。魚の口、魚。ああ、惜しい。もうほぼ正解ですけど。お、うん、正解は、はい、カエルの口。キャーキャーうわー気持ち悪い気持ち悪い。カエルをこう、ガッチャって、グピクパクポってやる。あーやべ、なんでラジオのタイトル。ラジオ聞いてね。聞かないよ、それ。
あきみさんよりな。最悪なクイズですね。嫌だったな、やっぱり。うん、こいつ、つまみ出さない。普通に、こいつのこと。そうですね、うん。いつかだって、バキドチャンネルから逮捕者が出ちゃうかもしれないから、ね、そうなる前に縁を切った方が。怖いよな、まあ。まだまだね、動物の愉快なセックスはありますので、はい、どんどん出していければと思います。はい。いえ、結構です。俺の名前はバキバキ童貞、今になる動画界の皇帝、いじめられて走った皇帝、フルチンで踊るチンケな道家、フリーターの時街頭インタビュー、ひねり出したパンチライン一発、人生はたちまち豹変、俺の名前はバキバキ童貞。